では仙台のスタメンです。前節の長崎戦からスタメン3人入れ替えました。ゴールキーパーは小畑、最終ライン右に若狭、センターバック平岡とキムテヒョン、左に内田、ボランチがフォギーニョと中島、2列目名倉、遠藤、木田、センターフォワード富樫という布陣になりました。対する金沢は前節の山口戦と1人先発を入れ替えています。ゴールキーパーが白井、最終ライン右松田、センターバック松本大輔、庄司、左に長峰、2列目右が島田、ボランチに藤村、小野原、左平松、ツートップ林、杉浦、京平という構成となりました。一旦止めます。小野原からここに藤村、シュート来た、直接行く、手を伸ばしました。ゴールキーパーの小畑狙ってきました。今ね、仙台の方は、ね、富樫選手ワントップに置いて全員引いてましたから、まあ、藤村選手判断は素晴らしかったと思いますし、まあ、シュートも少しブレ球気味に。その遠藤です、サイド上げて内田、高いボールをヘディング、富樫のヘディングあとわずか、ボール奪った富樫、遠藤、裏抜けて富樫受けて、遠藤リターン、フォギーニョシュート、ディフレクション。まあ、普段であればね、壁の位置にディフェンスラインを合わせることが多いんですけど、まあ、このようにゴールラインに立つってところが柳下監督との狙いだと思いますね。はい、直接狙いに行く、決まった、中島見せた右足、先制ゴール決めました。まあ、この駆け引きの中で、まあ、壁に仙台選手も置いてましたから、ゴールキーパーの白井選手としては見にくさもありましたし、まあ、スピードとそして逆サイドに、ね、うまく運んだところ、金沢の方がディフェンスラインを下げてましたから少しキーパーとしては出にくいですし、まあ、ボールのスピードとあとはまあ遠藤選手もいましたけども、中島選手が自分で蹴るとそこの決意と、まあ、狙い通り非常にいいゴールになりましたね。抱き合います、富樫上がってきた、名倉に通った、名倉前を向いたまま仕掛けます、遠藤、遠藤左足シュート、フォギーニョ来る、フォギーニョシュートは決まった、来日初ゴール、出足のいい守備、それが結実。まあ、右の名倉選手から遠藤選手を作りながら、まあ、富樫選手も絡むと、まあ、今日中島選手ゴール決めてましたけど、やはりダブルボランチのもう相方のフォギーニョ選手も前半からしっかり前線に絡んでましたし、まあ、しっかりシュートを決めきるというところ、今までの課題を、ね、この試合で克服しましたし、ボランチがこれだけ攻撃に絡んでくれればチームとしても助かります。素晴らしい逆サイドの流し込みでしたね。ナイスボールです。このパフォーマンスもありましたね。それが仙台の強みです。いいところにボールが入る、ライン間でボールを受けて、そして名倉、名倉、名倉かわす、シュートまでいけるか、左足決定機だったんですが、ここは、まあ、遠藤選手がね、いい空間でターンしましたし、まあ、右利きの選手が左のエラシコっていうところは非常に珍しかったので、おっと出てしまいましたし、その隙を伺いながら、あっとここで藤村ボールを失う、ロストしたボール反応して仙台、木田早いタイミングで遠藤へ、中央にフォギーニョがいる、遠藤ボールを持つ、左足フォギーニョ、2点目、3対0、62分。数人が絡む中でゴール前にしっかり飛び出していきましたし、まあ、木田選手もしっかり遠藤選手を見ながらのパスと、まあ、あとはねしっかり、フォギーニョ選手を見えてるんだけどもしっかり目を1回切ると、まあ、そこで遠藤選手の速いボール、最後はねやはり決め切るだけでしたけども、そこに入っていくことの価値と、まあ、この精度はねやはり高かったですし、コーナーキックです。藤村が蹴ったボールです。小畑手を伸ばす、決まった、1点返しました。最後は松本大輔、うん、まあ、藤村選手のねキックの精度もありましたけど、まあ、少し仙台の方のね、対応、まあ、パンチングなのかキャッチなのかっていうところの判断もありましたし、まあ、仙台の方がねボールウォッチャーになってしまった、縦に送り込んで島田からというところ、
またボールを取りました加藤。エリペからどうぞ。からどうぞ。ここからの強さがある。中送り込んでフリーだ。見ながら。今シーズン2ゴール目。まあ、加藤選手が絡んで、まあ、しっかりボールを奪った中で、まあ、カルドド選手がここでシュートを打つ振りながらの進入と、まあ、しっかり股を抜けたボールを予想した皆川選手のポジショニングでしたよね。まあ、金沢の方は、ね、ここの前の失点もそうですけども、自分たちが攻撃に入っていくというところで奪われ方が悪かったですし、まあ、このもね、股を抜くところで松本から今度は右横の揺さぶり抜けて毛利縦抜けて、さあ大石クロス前には、うん、空中合わせましたがクロスバーの上、鎌田縦つけた、落とし鎌田、後ろから若狭来て、カルドーゾ押し込んだ。最後は若狭か、その前にフラッグが上がっています。あの位置まで来ました。うん、今のはどうだったですかね。体の強いセンターバック、ここもボールを保持します。ここで試合終了の笛が響きました。仙台4対1完勝で連勝となりました。ゴールラッシュの今日の第16節、仙台今日勝てば他会場の結果以下では今シーズン初の首位にも立つという勝ち点3を取りました。